ちはっす。ですね、今日は学校近くで万年筆を買ってきました。これです。学校のレポートを書くときに万年筆があったらいいなと思って、はい。レポートはね、手書きなんで、ボールペンだとすぐにインクなくなっちゃうんですけど、万年筆だったらこうね、カートリッジをちょこっと変えるだけで、こう長く、使えるということで、それで万年筆にしました。パイロットの万年筆です。はい。今日ですね、2012年の6月15日に買いました。はい。いろいろ結構これカラフルだったんですけど、大人の黒ということで黒にしました。で、細字です。この汁取ります。ですね、パイロットは、この中に使われるこのカートリッジがですね、みんな共通だそうです。パイロットの場合なんで、昔、使ってたこれですね、使ってたマネスもパイロットだったね。これがまた使えるというわけです。はい、取れました。じゃあ書いてみようっていうことになるんですけど、ちょっと今多分もうそんなに撮ってる時間というか、もうカードの容量がないんで、これですね。要はほら、同じですね。ブラック but not white。 はい、とりあえずこれ開けて、1ギガなんて、もう